本には力があるじいちゃんは口癖のようにそう語った。その日だった。じいちゃんが亡くなってからあの日、雲が通る頃に無気力でただ日々が飽きなく過ぎる日々が僕は嫌いだった。 だがそんな日々に何かの異変が起こった。君を数の多い士官見てきた。爺様と一緒に本を守ってきたが、寿命がいずれ終わるのが命。数多い敵がいる。君が守るんだ本を。 本を切ろうとする者、本を閉じ込める者、そして本を売ろうとする者、爺様がやってきたように君もできると信じている。守ってくれ本を。 二代。なあに、喋る猫は初めてか？